リーガロイヤルホテル、リーガロイヤルホテル、リーガロイヤルホテルは、大阪府大阪市北区中野島五丁目にあるホテル、リーガロイヤルホテルチェーンに属する。本校では、運営会社の株式会社ロイヤルホテル、ザロイヤルホテル、LTD についても述べる。リーガ、リーガは、ロイヤルインターナショナルホテルグループアソシエーツの頭文字を取ったものでる。 大阪を代表する格調高い大型、高級ホテルとして、国内外にその名を知られている。ホテルの設備などが整っていることや、外国の政府関係者がこのホテルを、たびたび利用することから、大阪の迎賓とも呼ばれている。その他、特徴ある施設として、地下のブティック街、パレロイヤルに有名服飾ブランドを扱う店舗が、多数出店している。独創的な商品、 サービスを他に先駆けて提供することも多い。ホテル敷地内にある犬専用のペットホテル、フェリーチェなどがその一例である。企業風土として積極的な市場開拓精神もあり、通称、ホテイチ、ホテルの1階にあるのでそう呼ばれる。似たものに、デパートの地下の食料品コーナーの意味で、デパ地下があると呼ばれる、ホルブランド、リーガロイヤルホテルでは、 メリッサの食品、惣菜の専門店を日本国内において戦略的に事業展開し一時マスコミを中心にホテイチの流行を作った。こうしたこともあり、大阪界隈ではその名がよく知られているホテルブランドである。1935年昭和10年10月16日に全身の新大阪ホテルが中野島3丁目に開業する。 1973年まで営業。戦後の一時期、新大阪ホテルが連合国軍総司令部に接収されたことから、1949年、昭和24年、市内曝露町に東方ホテルを開業する、1967年まで営業。1958年、昭和33年には、中野島2丁目に、 大阪グランドホテルを開業した後にリーガグランドホテルに改称。2008年まで営業1965年昭和40年には中野島5丁目の現在地に大阪ロイヤルホテルを開業し後にロイヤルホテルに改称した1990年平成2年4月グループ名をロイヤルホテルからリーガロイヤホテルグループに改称。 1997年、平成9年4月には、ホテル名も、ロイヤルホテルから、リーガロイヤルホテルに改称した。1980年代から1990年代に、かけて、海外、国内に、積極的に、店舗展開を図った。1994年、平成6年には、早稲田大学との土地人宅方式により、リーガロイヤルホテル早稲田、現、 東京を開業してめて本格的な東京進出を果たし、海外ではケアンズ、オーストラリア、ボルネオ、インドネシア、ニューヨークなどに進出したが、その後は海外事業から順次撤退し、2006年、平成18年7月には最後まで展開していたケアンズコロニアルクラブリゾートを地元司法に売却して海外事業から完全に撤退した。また、 国内でもリーガロイヤルホテル成田、ゲンヒルトン成田を売却するなど、規模を縮小した。2006年、平成18年、森トラストへ、第三者割当て増資を行い、従前のヒット株主のアサヒビールに代わり、森トラストが40%の大株主となった、2011年10月に、森トラストは、アサヒビールサントリーリディングス、関電不動産、大阪ガス、 竹中工務店、銀泉の6社に一部株式を上等、再び朝日ビールが筆頭株主となる。それ以前は、住友グループの一員とも言えるほど親密であり、住友の企業城下町である、新居浜市にも出店している。2017年夏に、新しいブランドのラグジュアリーホテルを、中野島フェスティバルタワー、大阪グランドホテル、リーガグランドホテル跡地と整体する。 中野島フェスティバルタワーウエスト、歌唱の構想会にオープンさせる計画があったが、交渉が折り合わず中止となり、最終的にヒルトン系列のコンラットホテルの進出が決定した。バブル期絶頂期までは特に問題なく安定していたが、ただ当時のいくつかの他の日本企業と同じく、バブル期その当時に莫大な投資をして、国内、海外にいくつかホテルを新規展開した。 これによって全国的にホテルのブランド名が知られたという効果を持った側面があった。しかしバブル崩壊の業績悪化により、それら新規投資ホテルは結果として売却されたので、ほとんど利益にならなかった。明らかに当時の経営陣による大失敗であり、現在に至るまで負の遺産としてグルー全体に悪影響を及ぼしている。 また、住友グループと呼べる関係が長らく続き、住友関連銀行よりの融資における、比率等は下がったとはいえ現在に至るまでいくらかの影響を直接、間接的に、住友グループより受けており、その一方、業績では2001年、平成13年3月期の売上733億円に、対し、2006年、平成18年3月期で、 売上584億円、見込みとったホテルやビジネス宿泊特化系との激しい競争の影響が見られる。また前述の通り、森トラストとの業務資本提携及び三井、住友銀行の債務株式化、デッドエクイティスワップによる金融支援が決定したが、2001年度、平成13年度にも一度金融支援を受けている。グループホテルのうち、 リーガロイヤルホテル広島とリーガロイヤルホテル小倉は他ホテルとの競合により収益が悪化し2ホテルを運営する株式会社リーガロイヤルホテル広島初代と株式会リーガロイヤルホテル小倉初代は2017年3月期でも債務超過が解消されない状態となっていたリーガロイヤルホテルは2017年平成29年7月にリーガロイヤルホテル広島 初代とリーガロイヤルホテルコクラ、初代に対する再建放棄を行った。同時に、同年9月1日付で2社の会社分割を実施し、2ホテルの運営を新設された、株式会社リーガロイヤルホテル広島2台、2代と株式会社リーガロイヤルホテルコクラ、2代へ、承継させた。株式会社リーガロイヤルホテル広島、初代は株式会社、RRHH に、 株式会社リーガロイヤルホテルコクラ、初代は株式会社 RRHK へそれぞれ称号変更され、同年9月30日に解散。株式会社 RRHH は同年12月5日に、広島地方裁判所から株式会社 RRHK は同年12月11日に、福岡地方裁判所コクラ支部からそれぞれ特別生産開始決定を受けた。 戦前、大阪に国際的、近代的ホテルを求める財界の声が上がり、1932年、昭和7年に大阪市と住友合資会社を中心とする大阪財界の有力者が協力して新たなホテルを設立することになった。はじめて国ホテル社長、犬丸鉄像も参画し、大阪市土木部に臨時ホテル建設事務所を設け、 京都帝国大学教授武田51にその主管を移植して基礎工事を進めていたが事情があって改めて長谷部武子越建築事務所がこれを引き受けることになり武子越建造が大阪市土木ブリンジホテル建築事務所副主観を移植された武子越は犬丸と打ち合わせて内部プランを全面的に改め外観は長谷部栄吉がルネッサンス式に変更した 地下2階、地上8階建ての建物は1931年、昭和6年10月1日に着工、1935年、昭和10年1月10日に竣工した。基礎は大林組、指定は清水組、現、清水建設による施行であった。1935年、昭和10年、新大阪ホテルが大ビル近くの当時の住所で、 大阪市北区中野島三丁目五番地、現、住友中野島ビルに開業した。なお、この名称の、新は、かつてあった、大阪ホテル、現在の大阪市立東洋当時美術館の場所にあったと区別するためであり、当時未開業であった新大阪駅とは、無関係である。また、新大阪ホテルは、ロイヤルホテル開業より、後の1973年、 昭和48年まで営業していた。ちなみに現在、西中島南方駅の近くにも、価値開発系列のフィーのホテルズが運営する同盟のビジネスホテルが存在するが、リーガロイヤルホテル及びその関連企業とは、全く無関係である。大阪本店の施設は何度か改築、新築等をして、現在に至る。客室の多さ、種類、宴会施設の広さ、 レストランなどの施設が充実している大型ホテルである。また四面体を組み合わせた風貌も印象的である。高さは107メートル。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。